みんなこんにちは、三日月小鳥です。ビーバーを食べよう。はい、ということで今日はですね、めっちゃ食えなかった。今日は北陸のお菓子でありますビーバーというものを用意してあります。小鳥さん、ビーバーは食べたことはありますか？あります。 3,4 年前、これです。真ん中の2つですかね、はい、これ知らないのもあります。あ、そうなんですね、はい、そう、こちらですね、金沢のお菓子メーカーの、北陸さん、北陸製菓さんの、お菓子になります。北陸製菓を略して北陸なんだと思います。昭和、平成、令和を駆け抜ける北陸のソウルフード。1970年の、発売以来、北陸で長く愛され続けている揚げあられビーバー。当時からのレシピと製法を忠実に引き継ぎ、日高昆布を北陸産もち米に練り込み、サクッと軽い食感に揚げました。程よい塩加減と昆布の旨味が効いて止まらない。ビーバーという商品名は1970年に開催された大阪万博のカナダ館で展示されていた ビーバー人形の歯とお菓子を2本並べた形が似ていたことが由来なんです。あ、じゃあこれ、うん、これ使えばモノマネできる、まあ、ビーバーのモノマネ。あ、そういうことね。まあ、さっき頑張らなくてよかった。で、今日はですね、普通のビーバー、真ん中の赤いやつですね、ビーバーで、こちらが北陸限定の白エビビーバー、そして青さ塩ビーバーとカレービーバー用意してあります。じゃあ早速食べてみましょうか。はい、はい、最初は普通の味の方がいいんじゃない、はい、普通のビーバー、普通のビーバー食べていきましょう。はい、モノマネビーバーのモノマネ。あ、昆布の香りが、でしょ、こう作って、まあそう作ってもちろん言わない方がいいんじゃない。じゃあその流れで食べるんだ。いただきます。はい、はい、うん、あの、美味しい。うん、サクッと、さっき言ったこと本当だ。サクッと軽やかな感じ。そうですね、サクッと軽い食感。うん、うん、すごい、本当サクッとしてな、軽くて、サクッ、ふわっ、うん、昆布も効いてて、うん、これ前もこんなしょっぴっぽじゃない。まあなんかね、聞いたことあるやつですね。米の甘みと昆布のこのまろやかな甘み、うん、旨味と昆布の旨味が、うん、最初に口の中にバッと決まって、うん、あ、これほら、富山の昆布入ってるみたいな。昆布の旨味が広がって、その後にお米の甘みがね、食べますか。伝わんないやつ。美味しいですね。美味しい。サクッと軽い食感っていうのは本当にふわって感じ。言われてみれば。うん、で、昆布の旨味がきません、うん。そうですね。ちゃんと旨味感じますね。そうですよね。うん、次は、はい、どれがいいですか。もう、あとは好きにいっちゃっていいですよ。いいですか。うん、これいくと、なんか味が。確かにカレーは強そうですよね、味がね。うん、白エビか、まあ大阪ですかね。ですよね。うん、これにしようか。白エビいきましょうか。白エビで。富山といえばっていうのがありますからね。はい、白エビ。白エビビーバー。はい。あ、香りが違う。あ、白エビの香りが。あ、本当ですか。ふわってきますよ。はい、いただきます。はい、白エビビーバーです。全然違う味。うん、白エビだ。感じますか、ちゃんと。感じます。あの白エビの、うん、なんか風味に昆布の旨味が後から、うん。うんうん、全然違いますね。なんか甘い、甘みを感じるというか。う、うん、上手。うま、これ。で、後から昆布きません？昆布の旨味が邪魔、うん、白エビを邪魔せずに昆布の旨味が最後包んでくれる感じ。すごい食レポうまくやろうとしてる感じが。いや、でも分かります。うん、うん、え、邪魔してないです、ね、思ったよりなんか白エビの感じありますね。美味しいですね、うん、これ美味しい。うん、うん、白エビかと思いました。白エビかとは思わなかったですけど。いや、そう思
思いますよ。本当ですか、うん、止まらない。僕はおかきかと思いましたけど。本当ですか、はい、ちょっと感性が鈍いんじゃないですか。渋みかと思いましたよ。すいませんでした。はい、はい、じゃあ青さ塩ビーバーいきましょうか。はい、はい、あ、もういや見た目も全然違います。見た目も確かにちょっと緑っぽいというか、そうだから色が違うから、うんうん、これだと多分ビーバー感も変わるんじゃないかな。ほら、うん、そうですね。いただきます、うん、はい、うん、うん、青さ、青さの風味が、うん、本当に風味豊か、うん、こっちの方が大人向けじゃないですか。うん、ポテトチップの海苔塩味みたいな感じですね。青さの風味最初にやっぱふわっと広がりますもんね、うん、でもどれもそのサクッと軽い感じは変わらない、うん、なんか気づいたら本当にすぐ一袋食べちゃいそうな感じですよね。あ、止まらないですよね、うんうん、じゃあカレー一番強そうなやつですね。カレービーバー、これ金沢カレーですか。あ、そっか、金沢カレーがあるから、なるほど、そうですね。書いてあるのこれ金沢カレーっぽいですね。そうですよね、うん、香りがこれすごい、カレーの、ね、カレーの香りが、うん、あ、もういっぱいほらカレー粉がついてる。うん、これも美味しいですよ、うん、辛い、あ、辛いんですね、ちゃんと、うん、どうかな。どっちか食べやすい辛さ、うん、いや 辛、うん、辛くはない、僕はあのカレーだけど、これ子供食べれる辛さだと思います。あの、うん、思ったよりなんかスパイシーな感じがしますね。そうですよね、うん、でも辛みとは違うなんかスパイス感というか、う、口に残らない、うん、爽やかな辛み、うん、ちょっと辛いけど全然気にならないぐらい、多分昆布の旨みが全部こう包み込んでくれてる。そう、包み込んでくれてる。おー、なるほど、それそうなのかな。そうなのかもしれないですね、うんうん、そうです、なるほど、そうです。そうなんですね。個人的に順位つけていいですか。あ、全然もうつけましょう。これが一番好きです。あ、白エビ、わかる、ですよね、僕もそれですね、うんうん、これか、これ、おー、ちょっともう一回。うん、まあスタンダードな味ですよね、それはね、うん、飽きが来ない、うん、うん、で、青さ、うん、普通のが2番、うん、で、青さが3番、カレーが4番ということですかね、うん、まあ、これの後に食べるこれと、うん、これの後に食べるこれ違います。ああ、なるほど、これが多分、割と濃いっていうか、うん、風味が強めなんで、そうですね、これが負けちゃってたかもしれない、うん、あの、これの後に食べた方が、なんか、青さ感が、なるほど、うん、まあ、今やってないですけど、今までの期間限定のやつで、うん、のどぐろビーバーとか、あー、見たことあります、あります、うん、あと、鶏野菜味噌ってわかります、鹿尾かの鍋の、はい、味噌みたいな、あー、わかります、わかります、はい、それの味のビーバーとか、うん、あと、梅ビーバー、うん、かわいい種だとチョコビーバーとか、へー、スイカビーバー、スイカなんかも あったみたいですね。へー、あと、ホームページ見るとグッズとか、ラインスタンプとか、あとテーマソングとかもあるみたいです。テーマソングなんですか、うん、聞きました。いや、まだ聞いてないですけど、すごいちゃんと力の入った商品なんだなって改めて思いましたね。この子の名前とかあるのか、それビーバーくんだと思いました、ね、ビーバーくん多分、うん、あ、SNS やってますよね。SNS やってる、うん、よかったら皆さんね、フォローの方お願いします。あの、本当にね、美味しいので、うん、ぜひ皆さんご購入ください。はい、ぜひ食べてみてください。はい、はい、バイバーイ。あ、ちょっと待って、最後にミックスビーバー、そんな体張るんですか。